時間になりましたので始めたいと思います。こんにちは。この軍拡は国の形を変える国家安全保障等の国家安全保障戦略等の改定に反対する院内集会、主催はストップ大軍拡アクションで行いたいと思います。本日はお集まりいただき、たくさんお集まりいただきありがとうございます。すみません、この町内ちょっと窮屈になってしまって申し訳ありません。私は本日の司会進行を担当します、石井と申します。島々スタンディングといいまして、琉球湖の軍事化について訴える活動などをしております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。本日はフリージャーナリストの布施友人さんの講演、それから武器取引反対ネットワーク代表の杉原浩二さんのお話を合わせて50分ぐらい行いまして、その後皆様から質疑そして討論など行っていきたいと思います。大体4時ぐらいを目安に行いたいと思いますが、特に休憩など休憩時間などを取りませんので、お手洗いなどは各自適宜行ってください。お願いします。それではまず主催者挨拶の方を、引き続き私の方から行いたいと思います。この主催のストップ大軍拡アクションは9月13日に発足したばかりの平和団体個人で構成するネットワークです。この年内に12月中旬に閣議決定が目論まれている安保3文書の大幅な改定に反対するさまざまな取り組みを行っております。今回のこの国家安全保障戦略防衛計画の大綱、中期防衛力整備計画の改定と、それに伴うこの大軍拡は憲法の改定にも匹敵すると言いますか、憲法を変えずにここまでやってしまうという憲法の破壊そのものだと言えるような事態であって、この国の在り方を大きく変えてしまうようなことだと考えています。しかしこの動きに対する反対運動があまり見えてこない、これは平和運動の危機でもあるのではないかということで、武器取引反対ネットワークの呼びかけによってストップ大軍拡アクションが発足しました。今石垣島で工事中の自衛隊のミサイル基地、今年度内の開設が目論まれています。そして馬毛島を丸ごと軍事基地にしてしまう計画は年度内の着工が目論まれています。琉球湖の島々をミサイル戦争の最前線とするための体制づくりが出来上がりつつあります。アメリカは国の軍事政策の軸足をこのインド太平洋地域において中国との対決姿勢を前面に押し出しています。自由で開かれたインド太平洋をスローガンに、アメリカ日本を軸とする中国包囲網が脅威されて、東アジア西太平洋地域の軍事緊張が演出されています。中国包囲のミサイル網への台湾の取り込みというのも進んで、台湾有事を有事と呼ばれるものを前提としたこの琉球湖の島々を戦場とする日米共同作戦の策定そして検証作業というのが行われています。そして今現在日米共同統合演習金ソード23、それから自衛隊の鎮西演習、こうした琉球湖の島々をで戦争するための非常に挑発的な軍事訓練がこの島々を蹂躙して今行われています。昨日はその与那国島の行動に戦車が走行訓練をするということが、強行されています。こうした流れの中でこの安保3文書が改定されようとしています。敵基地能力の保有とか軍事費2倍化、武器取引の武器取引の拡大自由化ということがよく指摘されていますけれども、それは一体何を目指して行われているのでしょうか。私たちは政府があるいは日米がどのような戦略のもとに何をしようとしているのか、それを見極めた上で戦争準備の一つ一つを
止めていく必要があると思います。この国の戦争体制がどのような日米の戦略をもとに、どのような地域を犠牲にして作られているのか、そういうことが広く共有されなければ、この日本社会全体が彼らの唱える脅威論だとか危機扇動に全て持っていかれてしまうのではないかと思います。今日の集会では今この危機感を共有して、この流れにどう立ち向かっていけばいいのか考えたいと思います。それでは布施友人さんの講演、米戦略に追従する安保3文書改定、敵基地能力保有と、大軍拡を目指すものをお願いしたいと思います。それでは布施友人さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。今だいぶ、導入の説明していただいたので前置きは抜きできない本題に入っていきたいと思うんですけれども、12月に岸田内閣が、安保3文書を改定するということで、そのいろんな論点があるので、その一つ一つを細かくやっていくとですね、今日私に与えられた40分では全然足りないので、今日もパワーポイント40枚ぐらいあるんですあるんですけれども、大きくどういう方向に今向かおうとしているのかと。で、今日のタイトルである国の形が変わってしまうっていうのは本当その通りで、この安保3文書改定では、例えば、これまで日本が持たない方針を堅持していた、外国領土を攻撃する能力、いわゆる敵基地攻撃能力の保有であったり、またその防衛費をですね、GDP 比 2% を念頭に、事実上倍増近く増やすと。もう間違いなくこれは日本の国の形を大きく変えるだろうというふうに、思います。で、その背景に、どういうことものがあるのかということを今日は主に話したいというふうに思います。はい、ちょっとスライドを使って、で、若干皆さんのお手元に送ったのが5日ぐらい前だったんで、主催者の方に若干付け加えたりしてるんで、もし今日使ったやつをご利用の方がいらっしゃいましたら、また後ほどいただければお送りすることになってきます。で、今岸田政権が進めようとしている大軍拡の背景にはですね、アメリカの戦略があるというふうに、言えます。でも既にレールは敷かれておりまして、今年1月に開催された日米安全保障協議委員会、これは日米の外務防衛担当閣僚が4人でやる 会合なんですけれども、そこの共同発表文書で、私もさすがに、20年近くこう日米安保、見てきたんですけれども、ここまで踏み込んだのは初めてじゃないかなというふうに驚きました。なんて書いてあったかというと、こういうふうに書いてます。閣僚は変化する安全保障上の課題にパートナーとともに国力のあらゆる手段、領域、あらゆる状況の事態を横断して未だかつてなく統合された形で対応するため、戦略を完全に整合させ、共に目標を優先づけることによって同盟を絶えず現代化し共同の能力を強化する決意を表明したと。未だかつてなく統合された形、日本というアメリカは別の国なんですけれども、この2つの国が未だかつてなく統合した形で安全保障、つまり軍事的に対応すると。そしてそのために戦略を完全に整合させてたんですね。別の国がですね、戦略が完全に一致するなんてことがあるのだろうかというふうに思うんですけれども、その戦略を完全に一致させるということを、実はもう今年1月の段階で、両政府間で、合意をしているということで、もうすでにこの段階でレールは敷かれていたと言ってもいいかなと思います。そして今年10月、アメリカバイデン政権は国家安全保障戦略というアメリカの戦略を発表しました。つまりアメリカのこの戦略と日本は完全に整合する形で、年末日本の国家安全保障戦略、その他の文書を作るということになります。そして、アメリカが、バイデン政権が今年10月に発表した国家安全保障戦略で何を言ってるかということなんですけれども、一言で言うならば中国ですね。で、中国について、こう書いてます。インド太平洋地域における勢力圏を強化し世界をリードする大国になるという野望を持っていると指摘した上で、国際秩序を変える意図とそれを推進するための経済力、外交力、軍事力、技術力の全てを備えた唯一の競争相手だと。
つまり中国との競争に打ち勝つということをアメリカの世界戦略の最優先に位置づけました。地政学的な競争相手を打ち負かすんだと。じゃあそのために何をするのかということで主に大きく2つ言ってます。まず1点目がアメリカの競争力を高めると。そしてあらゆる分野、これは軍事だけじゃなくて経済、技術、外交、あらゆる分野で中国に対する優位性をこれからも維持していくんだということを言ってます。しかし、2000年代今世紀、半ばには中国はですね、経済的にも軍事的にもアメリカを抜くかもしれないということが今指摘されているわけで、アメリカだけでは中国と競争に勝てないかもしれないというふうにアメリカは考えています。でそこで強調しているのは同盟国の力をいかに引き出すか、同盟国と連携し統合抑止力、つまりアメリカだけの力ではなくて同盟国の力も合わせてですね、中国に対峙していくんだということを、強調しています。こういうアメリカの戦略に日本は完全に整合させよう、自らの戦略を合わせようとしているわけです。実はもう、2020年の段階で非常に重要な、アメリカの戦略に関する文書がアメリカの議会に提出されました。これは米軍のインド太平洋軍、ハワイに司令部を置くインド太平洋軍がアメリカの議会に提出した文書なんですけれども、タイトルが優位性の奪還です。ここでも優位性ということを、強調しているわけです。でこの報告書で何と言っているかというとこう言ってます。アメリカにとって最大の危機は通常戦力による抑止力の弱体化である。アメリカの有効かつ説得力のある通常戦力による抑止力がなければ、中国とロシアはアメリカの利益を奪取するために大胆な行動を取るだろうというふうに指摘をして、やはりここでもですね、中国とロシアに対してアメリカが軍事的な優位性を維持するんだと、一部奪われたものについては奪還するんだということを強調しています。そして具体的に主に3つのことを強調しています。一番強調しているのは1点目、これです。第一列島線上にミサイルによる精密打撃ネットワークを構築すると。第一列島線って何かと言いますと、日本列島から、沖縄、そして、南西諸島を経てフィリピン、インドネシアまで連なる、ちょっと小さいですけどこの線ですね。この線上にミサイルのネットワークを構築するんだのが1点目。2点目はアメリカのこの地域における領土であるグアム、ここのミサイル防衛を強化するんだ。で3点目、ここでも同盟国の力を引き出すことを重視しています。同盟国との統合、多国間指揮統制の実現、つまり同盟国とも事実一体化してですね、指揮統制も一本化して、同盟国とともに、中国やロシアと対抗していくんだということを打ち出しています。でこの2020年の報告書に基づいて実はもういろいろ進んできているというのが、現状です。で具体的にはこれですね、アメリカ海兵隊のこれは作戦構想なんですけれども、 いわゆる EABO、 EVO と言われてますが、遠征前進基地作戦と、中国と戦争になった時にこういうふうに戦うという海兵隊の構想です。具体的にはこの南西諸島、種子島から奄美大島、沖縄本島、そして、宮古、石垣、与那国と連なるこの島々ですね、この島々に有事の際に米軍がですね、分散して展開すると、人だけではなくてミサイルとともに展開するんですね。そしてこの南西諸島の島々からにミサイルを配置すると、そういう作戦構想を、アメリカは立てています。でこれもすでに日本はもうこれにアメリカの戦略にまさに整合させて、乗っかっているわけですね。昨年12月共同通信が台湾有事を想定した日米共同作戦計画を自衛隊と米軍がすでに原案を作成しているというスクープでした。その中身はこういうふうに報じられています。アメリカ海兵隊が南西諸島の島々に分散して臨時の軍事拠点を置き、そこに対艦ミサイル部隊を展開すると。海兵隊は島から洋上の中国軍艦艇などをミサイルで攻撃し、自衛隊は輸送や弾薬の提供などの候補者、まさに海兵隊が、立てているこの作戦構想 EABOに基づいて自衛隊もそこに乗っかりですね、一緒になってこの台湾有事に対応するっていう作戦計画が常に、作られつつあるというのが現状です。そしてもう一つこれから、大きな問題として浮上してくるであろうものが、これですね、米軍の新型中距離ミサイルの配備問題、これはアメリカ非常に重視しています。なぜ重視しているかというと、
現在アメリカはこの地上発射型の中距離ミサイル、これ中距離ミサイルって何かっていうと射程500キロから、5500キロまでの射程のミサイルのことを中距離ミサイルと呼ぶんですけれども、そのミサイルをアメリカは今のところ一発も持ってないんですね。これはかつて冷戦時代にソ連との間で INF 条約というのを結びまして、お互い全敗するということで、全部廃棄したので、トランプ政権時代にこの条約を破棄するまではですね、持っちゃいけないということでした、ね、一発も持ってない。一方で中国はこの条約には入っていませんでしたので、この間もう2000発を超えるこの地上発射型の中距離ミサイルを開発配備しています。ということで、先ほど言いましたように中国に優位性をアメリカは奪われてしまっているとこの分野では。ということで、この優位性を奪還しなきゃいけないとアメリカは考えている。そこで、アメリカはですね、今、急ピッチでこの中距離ミサイルを開発しています。来年以降、実戦配備する予定です。で、具体的にはこの陸軍がロッキードマーチ社と開発しているこの LRHW 長距離極超音速滑空弾、これですね。これを先日も実験に成功したというニュースが流れてましたが、陸軍がこれを今開発している。で、さらには地上発射型のトマホークというものも今、開発をしてまして、来年以降配備する予定です。他にも何種類か開発しています。これらは中距離ミサイルですので、アメリカ本土においてもですね、中国には届きません。で、グアムでもやはり遠いんですね。となるとグアムよりも近くて中国本土に届くというと、もうアメリカの同盟国である日本かフィリピンに配備するしかないということで、アメリカは日本やフィリピンへの配備を狙っているというふうに、見られています。これ実際にこれアメリカの国防総省の戦略策定を請け負っているシンクタンク、CSBA というシンクタンクのレポートにも出ている図なんですけれども、実際九州、沖縄、フィリピンに中距離ミサイルを置いた場合、中国本土のここまで、攻撃することができますよという図であります。そうですね、中国が、なんでアメリカはこのミサイル開発しようとしているかというと、実際中国はいろんな種類のミサイル開発してきたんですね。それがこの射程の図なんですけれども、このようにこのグアムいやテニアンといったアメリカの、領土にもうすでに届くということ で、アメリカが一番、警戒しているのは、台湾有事が起きたときにアメリカが介入するというときに、ハワイであったりグアムであったり横須賀から例えば空母機動部隊が台湾に展開するというときに、このミサイルの脅威にさらされると、台湾に着く前に途中で攻撃されてしまうと。で、これは、脅威だということで非常に警戒をしているということになります。で、先ほど出てきました今陸軍が開発をしている LR-1W とダークイーグルという愛称がついてますけれども、このミサイルはこれまでのミサイルとは、違います。通常の弾道ミサイルですとこういうふうに宇宙空間まで上げて、まあ、今日も北朝鮮撃ちましたけれども、もう数千キロの高さまで上がってですね、あとは放物線を描いてこうやって落ちてくるんですね。なので、軌道を計算しやすいので迎撃もしやすい。しかし今アメリカが開発をしているこの LR-1W はこのようにですね、てっぺんまで行ったらあとはもうぐにぐに曲がりながらこうしていくんですね。なので軌道を計算できないということで、非常に迎撃が現在の技術では難しいというふうに言われています。つまり相手にとっては非常に大きな脅威になるミサイルであります。で、これが今アメリカが進めようとしていることなんですけれども、今年5月岸田首相がバイデン大統領と会談しました。この時の共同声明にこういう一文があります。両首脳は同盟の抑止力及び対処力を強化することへのコミットメントを新たにしたと。岸田総理はミサイルの脅威に対抗する能力を含め国家の防衛に必要なあらゆる選択肢を検討する決意を表明した。もうこの時点でもすでにアメリカの戦略に整合させてるんですね。この中国のミサイルの脅威に対抗する能力、これをアメリカも一番重視しています。まさに日本もそれと同じようにこれを重視すると。そして日本の防衛力を抜本的に強化し、その裏付けとなる防衛費の相当な増額を確保する決意を、まあ、アメリカに対して、大統領に対して、まあ、約束してですね、バイデン大統領はこれを強く、まあ、当然強く支持してますよね、支持したということで、こういう一文がありました。まさにアメリカの戦略に合わせる形で、岸田内閣はですね、これまでない、抜本的な防衛力の強化をしようとしているということが、まあ、この一文に象徴的に表れているんじゃないかなというふうに思います。そして、まさにこの時の制約に
効果としていろんなことがもう出てきてますけれども、この敵基地攻撃能力の保有というのはその一つです。もう実はすでにですね、昨年度から敵基地攻撃能力の保有に向けて足を踏み出しています。具体的には何かと言いますと、現在宮古島そして奄美大島に配備をされている陸上自衛隊ミサイルですね、一人式地対艦ミサイルというもの、これ現在射程が約200キロです。地対艦ミサイルですので、島から洋上の艦船を攻撃するミサイルなんですね。なんであまり長い射程は必要ないということで、現在200キロぐらい作られています。三菱重工が作っているんですけど、でこのミサイルの射程を一気に1000キロから1500キロまで伸ばすんですね。となるともはやもう地対艦ミサイルじゃありません。沖縄に配備した場合、例えば1000キロというとこの青い円ですけれども、もう海を越えてです、東シナ海を越えて中国本土に届いちゃうんですね、上海とか。で1000キロというとこの真ん中の緑の円です。もう朝鮮半島ほぼ全域と中国の沿岸部ほぼ全域を射程に収めることになります。でちなみに先ほどアメリカが、今開発をしている LRHW というミサイル、射程が約2750キロ以上と言われてますけれども、沖縄に置いた場合ここまで届きます。もう北京よりもはるかに奥地まで届いちゃうんですね。でこの一人式地対艦ミサイルの能力向上型、ね、昨年度から三菱重工が開発を開始しています。さらにそれ以外にもですね、日本版 の, その高速滑空弾、先ほど言いましたようにグニグニ落ちてくるという滑空弾も開発し始めておりまして、こちらも射程1000キロ以上というふうに報じられています。もう中国本部に届いちゃうんですね。さらには日本も独自に極超音速ミサイル、音速の5倍以上、まあ、中には10倍とか15倍というものもありますけれども、そういう非常にスピードが速くて迎撃しにくいミサイルも開発すると。これ読売新聞の昨日の報道によりますと、射程3000キロっていうものを検討している。アメリカのミサイルよりも遠くまで飛ばすようなミサイルを日本が開発するということなんですね。で、防衛省が8月末に公表した来年度予算の概算要求も、この一番重視しているのはこの長射程のミサイルです。この一人式地対艦誘導弾の能力開発型であったり、まあ、当初防衛用高速核弾、そうですね、いろんなミサイルの絵が並んでますけれども、でこれももうアメリカの戦略に完全に、まあ、追随した形で日本も独自にミサイルを開発するということになってます。でこれは今現在、この安保3文書の改定に向けて有識者会議というのが開かれても第3回まで行われてますけれども、第2回に防衛省が提出した資料です。防衛力強化の目標とタイムラインということで、2027年までの5年間で何をやるかということを示しました。この一番重視しているてっぺんに書いているのもやはりミサイル能力なんですね。で先ほど言いました、一人式地対艦ミサイル、能力向上型、これが、2026年度から運用開始する計画なんですけれども、それだと2027年度までちょっと間に合わないだろうということで、ギリギリだということで、今出てきているのがそれまで、の分としてアメリカからトマホークを買おうじゃないかという話も出てきています。まさにこのミサイルを強化するというのはアメリカの戦略に乗っかる形でやろうとしているということですね。で、政府はですね、これについてどう説明しているかというと、抑止力強化なんだというふうに説明しています。抑止力強化と聞くと 大抵の人がイメージするのは日本を守るための抑止力強化なんだ、こういう、ミサイルを持っておけばですね、北朝鮮や中国が日本にミサイルを撃ちにくくなるだろう、日本にミサイルを撃ったら例えば倍返しされる、そう思ったら やるのやめていこうか、これが抑止力の考え方ですね。しかし実際は違うんですね。いきなり中国や北朝鮮が日本にミサイル撃ってくるっていう事態を想定しているわけではなくて、考えられているのは台湾有事です。台湾有事にアメリカが介入すると、どうやって介入するかって言ったら日本の米軍基地から介入するわけで、そしたら日本の米軍基地も攻撃されるだろうという考え方なんですね。で実際昨年からこの台湾有事を想定した軍備を強化すべきだっていう声がいろんなところから出ています。麻生副総理、昨年7月に、台湾で大きな問題が起きると存立危機事態に関係していても全くおかしくないと、でそうなると日米で一緒に台湾を防衛しなければいけないという発言がありました。で6月に元陸上自衛隊の幹部である松村五郎という方さんという方がですね、こういうふうにインタビューに答えています。日本が中国を攻撃できる能力を持った場合、中国は台湾有事で日本が反撃能力を使う前提で対応するでしょう。アメリカが台湾有事に介入して中国本土を攻撃すれば、日本も使わざるを得なくなる可能性がありますと。
ふうに指摘しています。まさに台湾有事でこの敵基地の攻撃能力を使うということがなんですね。でそうすれば当然、中国も、自分たちの国土を攻撃してくるわけですから、そこに対して反撃をするということになるということを指摘しているわけです。でじゃあ日本が敵基地攻撃能力を持って実際台湾有事でアメリカと一緒になって中国本土を攻撃するということになったときに、どういう事態になるかというと、これまで日本とアメリカは日米安保条約を結んでいましたけれども、矛と盾という役割分担をしてきました。日本は防衛に徹すると、で攻撃に対してはアメリカに担う、その役割分担を、まあ、要はなくしてしまって日本も攻撃するということですから、まあ、これまで以上日米の軍事的一体化が一層進むと。そして先ほどありましたようにアメリカは指揮を一本化させる同盟国ということを言ってますので、文字通りこう米軍の指揮下に自衛隊が入ってこの敵基地攻撃を行うことになるだろうというふうに思います。私が取材した林義永さんという元空将、元航空自衛隊の幹部の方ですが、こういうふうにおっしゃっていました。もし日本が敵基地攻撃能力を持った場合には、アメリカの情報に基づきアメリカのシステムで戦争することになるでしょう。さらにアメリカは日本に情報を提供するにあたって条件をつけるはずです。条件とは作戦の指揮は米軍が取るということです。つまり自衛隊が米軍の一部となって戦争することになります。でこれ敵基地攻撃能力って簡単じゃないんですね。何が一番難しいかというと、敵のどこを攻撃するか、その攻撃目標、例えば中国だったら中国の基地でどんな動きがあるかというものをまず情報をつかまなきゃいけない。そしてターゲットを決めなきゃいけない。しかし日本にはその情報を収集する力はないんですね。で結局情報をどうするかってアメリカ頼みにならざるを得ない。つまりアメリカから例えばこの基地で日本に対してミサイルを撃とうとしてるっていうふうにアメリカに言われたら、じゃあそれは着手だって言って日本が攻撃するとかですね。でもその情報が正しいかどうかって保証は日本独自で検証しようがないわけですね。でさらにアメリカは日本に情報を提供するにあたって必ず条件をつけてくるだろう。その条件がアメリカの指揮下でやりなさいよっていうことだっていうふうに林さんは指摘してました。まさにそういうアメリカの指揮下に入ってやるっていう形になっていくだろうということになります。でこう先ほど出てきましたアメリカの中距離ミサイルの問題なんですけれども、まだ正式にどこに配備するかってことは明らかにしていません。もう来年から配備するんですけれども、まだ発表してないですね。ただ、昨年度の朝日新聞の記事ですけれども、アメリカの国防省関係者の匿名のコメントでこんなものがありました。軍事作戦上の観点から言えば、北海道から東北、九州、南西諸島まで日本全土のあらゆる地域に配備したいのが本音だと。中距離ミサイルを日本全土に分散配置できれば中国は狙い撃ちしにくくなる。これ南西諸島だけじゃないんですね。もう日本の北海道から、まあ、射程数千キロあるミサイルですから、どこに置いても中国に届くわけですね。でそういうミサイルをなるべく多くの場所に配備したい。で多くの場所に配備すればするほど中国は狙い撃ちしにくくなる。一箇所に置いておいたらそこを狙えばいい。でもたくさん多ければ多いほど中国は攻撃しなきゃいけない場所がたくさん増えるので、中国にとっても負担になるし、攻撃されても生き残る可能性が高くなるということで、そういうふうに考えたんですね。つまりアメリカは日本列島を丸ごとある意味ミサイル発射台として使って中国との戦争に勝利しようと考えているということになります。こうしたアメリカの戦略においては日本の国土が戦場になるというのも大前提になっています。ですので先日沖縄の嘉手納に配備していた F-15 の部隊引き上げました、アメリカは。そして常駐部隊じゃなくてローテーション配備で戦闘機部隊を配備するんですね。これなぜかというと、実際中国との戦争になったら沖縄は近すぎます。全部射程に入っちゃいますので、一気に攻撃されて破壊されてしまう危険があるということで、常駐部隊だと家族もいたり簡単に移動できないですよね。だからローテーション配備にすればいざという時はさっさと引き上げられる、まあ、そういうことを考えているわけです。在日米軍の主力部隊、空軍海軍の主力部隊は日本にいたら危ないので、一旦日本から離れて危険を回避すると考えているわけです。じゃあその時日本国民どうなっちゃうんですかって話ですよね。じゃあアメリカの飛行機は全部日本国民1億2000万人乗せてどっか避難させてくれるかってわけじゃないですから、日本国民はウクライナと違って陸続きじゃありませんので、海外に避難することも難しいという形になります。でそういうことなんで、これ第3回の有識者会議ですねに、座長が提案した文書、提出した文書なんですけれども、議論の整理という文書を提出しました。
で、その中でこんな意見が出たっていうんですね。実際に抑止が破られた場合、日本にとって一番の脆弱性は日本社会がミサイルが降ってくる状態に耐えられるかどうかということだ。たとえ反撃能力があっても、現在ウクライナが受けているような攻撃を受けることを前提に国民防護についてきちんとした計画を持つことが必要だと言ってるんですね。だから抑止って言ってるんですけども、抑止が崩れたらもうそれ戦争なわけですよ。で、戦争になれば日本中にアメリカの中距離ミサイルが配備され、自衛隊も独自に今1500発の中距離ミサイル持つって言ってますから、それを日本全土に配備する。そうすると当然中国は自分たちの国土を攻撃してくるミサイルなわけですから、そこを攻撃される前に攻撃しようとしますよね。だこれまでだったら在日米軍基地が攻撃される可能性があったかもしれないけれども、今後は全国の自衛隊基地も初戦から攻撃ターゲットになりかねない。しかもミサイルっていうのは基地にとどまってるわけじゃありません。移動式ですから、基地から出て民間地域をぐるぐる移動しながら作戦を行うんですね。そこも攻撃ターゲットになるということは、もし通り日本全土が中国のミサイルが降ってくる状態になりかねないということを実際に有識者会議でも指摘しているわけです。そしてそれに日本国民が耐えられるかどうか。自分たちが生活している日常空間にたくさんミサイルが、まさに今ウクライナで起こっていることです。同じようなことが起こったときに、それでも耐えて戦争を続けることができるかってことが一番心配事だということを言っているわけです。だから国民保護についてもきちんとした計画を持つことが必要だというふうに言っているわけです。で、実際南西諸島ではですね、国民保護計画といいまして、石垣市、宮古市がですね、全島民を避難するためにはどれぐらいの、計画が必要だって実際計画してます。作りました。石垣市の場合435機の飛行機が必要です。宮古島の場合381機の飛行機が必要です。石垣の場合10日間ぐらい必要ですという計画になったんですね。で、自民党の佐藤正久、ひげの隊長と言われてる人ですけども、こういうふうに言ってます。台湾本島の有事はほぼ日本有事と考えておかないといけないと。先島諸島は台湾に隣接しており、延期になりうる。有事となれば台湾からの邦人退避だけでなく、先島諸島からの退避も合わせて行う必要があると言って、避難計画作る必要があるんだというふうに言ってるわけです。でも、私が地元、島に行ってですね、地元の方に聞いたら、まあ、こんなのも絵に描いた餅だろうと、避難は難しいだろうという声が多かったです。まあ、実際冷静に考えてみればそうですよね。島にミサイルを配備するわけですよ、有事の時アメリカ、米軍は。そしてもう島には陸上自衛隊のミサイルが既に配備されてるんですね。で、それを使うって言ってるわけです。首都当然そこは真っ先に狙われますよね。そのミサイルが飛んでくる中を、アナとかジャルの飛行機がですね、宮古空港と石垣空港に行って、住民を避難できますか？できるわけがないです。実際ウクライナでも民間航空機止まってますよね。だから本当に絵に描いた餅なわけです。ですので、例えば石垣島のパイン農家の具志堅さんという方はこうおっしゃってました。ここは地理的にも中国と近く、もし戦争が起きたら巻き添えを食うのは明らかだと。基地は真っ先に狙われます。住民を避難させると政府は言っていますが、現実的には不可能だと思います。最近は台湾有事の話がよく出てくるようになって怖いですよ。自分たちは捨て石にされるんじゃないかというふうにおっしゃっていました。でもこれは決して南西諸島だけの話じゃないんですね。まさに日本全土をミサイル発射台として中国と戦争する計画をアメリカは立ててるわけで、これ抑止力だって言ってるけど、抑止が崩れたら、すなわちイコールもう日本全土が戦場になるということですから、そして日本自体も島なわけです。日本から避難することは難しいということで、甚大な被害は避けられない。つまり、まあ、こんなことも考えてますね。迎撃しにくいミサイルが今開発されてるんで、衛星コンステレーション計画といって、もう宇宙空間に大量の小型衛星を打ち上げても中国を常時監視すると。そしてミサイルを撃たれたら、そのミサイルをもうずっと衛星で追尾するっていうんですね。そして迎撃するという、このアメリカの政府の絵ですけれども、ここでやったらグアムですよ。グアムを守るんだということで、こういう計画立ててます。これももう見れば分かりますけど、莫大なお金かかるわけですよね。でもアメリカだけではあまりお金かけられないんで、日本になるべく出させようってことです。もう日本これ乗っかってます。だから、5兆円から11兆の防衛費倍増させる、何に使うかっていったら、こういうことに使うわけです。で、これは後ほど杉原さんがおそらくお話しすると思うんですけれども、アメリカがもう一つ重視しているのは技術的な優位性ですね。人工知能とかレーザーでミサイルを破壊するとかですね、
まあ、そういう技術的にも中国に対する優位性を確保するんだということで、まあ、そういった、研究開発に、重視してるんですけど、これもお金がかかる、まあ、なるべく日本に、出させたいということになります。これはもうちょっとで、そういうことを考えますと、もう抑止力一辺倒なんですよね。とにかく日米で抑止力を高め、中国に対する軍事的優位性を持てば戦争にはならないと、だから大丈夫なんだっていうのが今の岸田政権の考え方です。でも先ほど実際有識者会議で意見が出てきたように、もしその抑止が崩れた時に、すなわちそれは日本全土が戦場になるんだという議論があまりにもなさすぎるんですね。抑止力が万能かのような議論に今行われています。で、実際に日本の場合、実際抑止が崩れて戦争になってミサイルが飛んできた時に、ウクライナのように国外に避難することはできないわけですよね。ということを考えると、有識者会議でじゃあ国民防護計画しっかりすべきだって話が出たんですけれども、実際にじゃあそれは可能なのかと、私は日本のそのさまざまな性質を考えてみても、いざ戦争になったら国民の命を守るということは極めて厳しいのが日本だと思います。であるならば、やはり抑止力一辺倒というのは非常に危ないと、しかももうすでに日米は世界で圧倒的な軍事力をアメリカ持っているわけで、日本も世界第9位の、軍事費をもうすでに支出しているわけです。やはり持ちすぎてやっぱ危ないんですよね。なぜかというと、いわゆる安全保障のジレンマといいまして、こちらが持てば持つほど、その矛先を向けられた国にとっては脅威なわけです。つまりこちらが持てば持つほど相手は脅威に感じて、それに対処して軍拡しようとすると、常に日米は大きな脅威になっているわけですね。その矛先を向けられた、例えば北朝鮮だったり中国にとってみれば、でそれをさらに増やせば相手にとってはもっと脅威になるわけで、さらに軍拡をすると、そしたらまたこちらにとっても脅威が増えて、さらに軍拡しなきゃ、そういうお互い軍拡競争になって緊張が高まり、結果的にこの意図せぬ戦争になるリスクが高まってしまうということなんですね。だこの安全保障のジレンマに陥る危険性が極めて高いな、私はそれを一番危惧します。やはり日本にとって一番重要なのは、戦争が起きたらどうするか、戦争が起きたらどうやって避難するかとか、シェルター作るか、そういう話じゃないんですね。いかに戦争を起こさせないようにするか、戦争を予防する外交こそが最も力を入れるべきことなんではないか、その議論があまりにもなさすぎる、抑止力万能論になってしまってるんじゃないかなというふうに思います。もう時間がないんであんまり詳しく話せないですが、具体的には、実際 ASEAN はですね、米中が戦争しないように仲介外交に全力を挙げようとしています。対話と協力を推進するんだ。日本も ASEAN と力を合わせてですね、米中が戦争を起こさないように対話協力を促してですね、緊張緩和や信頼情勢を図る仲介外交、これが一番日本に求められていることじゃないかなというふうに思います。 あと8分あるんですか、はい、じゃあもうちょっとゆっくりで、一番やっぱり大きな発火点になり得るのが台湾海峡ですね。今台湾有事、なんか台湾有事があったかも、ひどい人だと年内にも起きるかもしれないみたいなことね、言ってる人がいますけども、決して僕が一番ここで強調したいのは、ロシアがウクライナに侵攻しました、実際侵略しました、同じようにじゃあ中国は台湾に侵略するかと、全く歴史的な文脈もこれまでの経緯も違うんですよね。だそれを重ね合わせるべきではない。台湾には台湾の独自のいろんな問題があるので、それをやっぱり冷静に見るってことが大事だと思います。で、結論から言います。いかに台湾有事を起こさせないようにするのか、一番重要なのは現在の現状維持が重要です。つまり中国共産党はですね、台湾統一っていうのはもう中国共産党の歴史的な任務だというふうに強調してますけれども、基本は平和統一が基本方針なんですね。しかし唯一例外を置いてます。それは何かというと、台湾が中国であることを否定をし、まあ、例えば台湾共和国という形で、まあ、独立を宣言する、これだけは絶対に認められないというのは中国の立場です。そしてもし台湾が独立しようとして、それをアメリカが支え、中国が手を出してきたらアメリカは軍事介入するよということは絶対に認められないと、その場合は中国も武力を行使する選択肢を放棄しないと言っているわけです。しかし現在台湾が、当の台湾がですね、独立しようとしているかというと、台湾の民進党政権、蔡英文総統は独立する必要はないんだと、でも習近平が言ったように一国二制度も嫌だと、当然ですよね。今の香港見てれば一国二制度なんていうのは幻想だっていうことが分かるよね。だから統一でもなく、統一でもなく独立でもなく現状維持なんだ、
これが台湾の方針なんだというふうに言ってます。であるならば中国のレッドラインを超えることを超える意思がないわけで、台湾有事が起きる可能、今の現状維持が続く限りですね、が低いと言えるかなというふうに思います。ですのでじゃあ日本が何をすべきかというと、この現状維持をしっかりと安定的に続けるということが重要だと思います。しかしこの間緊張が高まっているのはですね、例えばペロシ下院議長が台湾に訪問し蔡英文総統と公式会談すると、これ中国からすると1979年にアメリカと中国が国交を樹立した時の合意ですね、台湾とは断交するけれども非公式な交流は続けると、これは中国も OK ですって言ってるわけです、認めたわけです。でも下院議長が台湾に行って総統と公式会談するなんていうのはもう非公式なレベル超えてるでしょっていうのが中国の言い分なんですね。まあ、確かにその言い分にも一定それは その通りの部分はあるわけです。ですのでそういうこれまでの合意をこう踏み越えるような、ことはしないということがこの台湾の有事を緊張を高めないので非常に重要かなというふうに思います。ですのでアメリカに対しては台湾の独立、これもそうですね、アメリカはずっと台湾の独立は支持しないという立場を取ってきましたので、これを引き続き堅持すると、そして交流は非公式なレベルにとどめると、これが米中のこれまでの合意なわけですから、その合意を守るように求めていくと。で中国に対してはあくまでも統一は平和的にするように求めていく、こういう外交が一番日本が力を入れることなんじゃないかなというふうに、思います。しかし実際この間日本が何をやってきたかというと、例えば安倍元首相はですね、特に今年に入って盛んにですね、なんて言ってたかというと、台湾有事になったアメリカが軍事介入するように明言すべきだとかですね、でこれまでのさまざまな合意であったり立場を変えるように日本がアメリカに対してある意味この煽っていたんですね。そういうことはしちゃいけないわけです。そういうのはかえって緊張を高めることになってしまうので、あくまでもこれまでの現状を維持するための外交をやるべきだというふうに思います。で、もう一つ重要なのはですね、やはり、このままだと本当に先ほど言いましたように軍拡競争ですね、東アジアでとりわけミサイル軍拡競争が激化する、来年2023年はその、まミサイル軍拡競争元年になるんじゃないかなというふうに私は非常に危惧しているんですけれども、アメリカも来年から中距離ミサイルの配備を開始する、日本もこの安保3文書改定し敵基地攻撃能力を保有する、もう中国はすでにアメリカがもしアジアに中距離ミサイルを配備したら対抗措置を取ると言ってますから、これロシアも言ってるんです。お互いその軍拡競争が激化するということが非常に危惧される。はい、あと3分ということですね。なので、でしかもそれ日本はそのアメリカに戦略を合わせてですね追随しようとしているわけです。でそうじゃなくてこれ果てしなく軍拡競争が無限ループに陥ってしまう危険性があるので、そうではなくて日本がやるべきはですね、そういう際限のない軍拡競争を抑える外交ですよね、いわゆる軍備管理というものです。その枠組みというのをやっぱ提言すべきではないかなというふうに思います。これは実際にかつてありました。1980年代に NATO とソ連、アメリカとソ連がお互いヨーロッパに、 NATO は西ヨーロッパ、ソ連は東ヨーロッパに中距離ミサイルを配備し、お互いこう緊張が高まった時期があったんですね。でこれはこの時何があったかっていうと、ヨーロッパで市場空前の反核運動が盛り上がりました。連日数十万のデモがあちこちで起こる。これなんでかっていうと、もしこの中距離ミサイルを使って米ソが戦争になったら戦場になるのはヨーロッパなんだと、アメリカ本土でもなくソ連本土でもなく西ヨーロッパであり東ヨーロッパが核戦争の戦場になるんだってことで、もう地上空前のデモが起こったんですね。でその結果最終的にゴルバチョフ、ソ連のゴルバチョフ書記長と当時のレーガン大統領が、軍備管理の交渉を行って、最終的にお互いその中距離ミサイルを全廃するという合意、それが INF 条約です。でそういうやっぱり軍備管理の対話と合意をやっぱり交渉するように日本は働きかけるべきではないかなというふうに思います。でアメリカはなんか中距離ミサイルで中国はもう2000発持ってて、アメリカは優位性を奪われてしまっていると、でそういう話ばかり強調するんですよね。でなのでこれに賛成する人たちは、なんで中国は2000発持ってるのに自分たちは持っちゃいけないんだというふうに言うんですけれども、ミサイルはこれだけじゃありませんから、
例えばアメリカは潜水艦から一気に150発ぐらいのトマホークを撃てる潜水艦を持ってるんですよね。それ海からあるいは空から発射するミサイルについては中国に対して優位性を持ってます。なのでもしこの軍備管理の交渉をするにあたっては地上発射式ミサイルだけを取り出したら交渉になりません。やはりそういうアメリカが優位に立っている例えば核とか、アメリカは核兵器5000発以上持ってますよね。中国はまだ数百発です。圧倒的にアメリカが優位に立っているわけです。そういうものを全てひっくるめてやはりあの軍備管理の枠組みを作るということが必要なんじゃないかなというふうに思っています。で実際にあのもう台湾有事の危機が盛んに煽られているんですけれども、実はアメリカも中国も戦争は望んでいません。でそれは先日のバイデン大統領と習近平主席の首脳会談でもあのお互い言ってましたけれども、これアメリカと中国が戦争になったらですね、お互い自分の首を絞めるようなことですね。お互い経済的な相互依存関係もすごいですし、中国の貿易相手国第一位は輸出相手国第一位アメリカですから、もうあの自国の経済も成り立たない、いう中で、しかもそのお互い核保有国ですから最悪エスカレートして核戦争になってしまうということで、これ誰も得しないわけです。しかし問題なのは戦争は望んでないのにお互い相手より強い軍事力を持とうとしてるんですね。そしてそれを示すために誇示するために軍事演習をやったりするわけです。そうするといわゆる意図せぬ戦争、お互い戦争を望まないのに偶発的な戦争とかも含めて戦争が起きてしまう危険があると。でそれをやはり起きないように緊張緩和の外交をするってことが一番重要だと思います。実際に先日アメリカの発表したこの国家安全保障戦略の中でもこういうふうにこんな一文もあります。私たちは精力的に競争しますが責任を持って競争を管理しますと。我々は意図しない軍事的エスカレーションリスクを軽減し、危機に関するコミュニケーションを強化し、相互の透明性を構築し、最終的に北京をより正式な軍備管理努力に関与させる措置を通じてより大きな戦略的安定を追求すると。我々は常に利益が一致する分野で中国と協力してきますというふうにアメリカも一応言ってるわけです。でも日本はとにかく中国に対して軍事的に優位に立つというアメリカのそっちの方にばかり、見てですね、そこに乗っかろうとしてるわけですね。でも日本がやるべきはこっちなんですよね。アメリカと中国が戦争しないように対話と協力を推進し、この軍備管理の努力を進めるようにやはり働きかける、この議論を特に、今日国会の議員の役所の方いらっしゃってると思うんですけれども、ぜひそういうことを議論してほしいと思います。なぜかというと抑止が崩れたとき、すなわちそれは日本全土が戦場になり、日本に全土にミサイルが降ってくるということですから、そうなったときに日本国民の命ってのは守れないわけですよね。であるならばやはり日本の国民の、あるいは日本に住んでいる市民の命をやっぱり守るということを最優先に考えるのであれば、やっぱり戦争を起こさせないためにどうするかということが政治の最優先の責任ではないかなというふうに思います。すみません、ちょっとだいぶ早口で話してしまいましたけれども、ご清聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。福島瑞子さんがお見えになりましたので、お話をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。どうもこんにちは、社民党の総衆参議院議員福島瑞子です。そして雄二さんの話を何としても聞きたいと思って来ました。というのは戦争をとにかく止めたいんですよね。旧社はもちろん変えたくないけれど、今もうその前に憲法が破壊されて、そしてとにかく戦争を止めたいっていう、ということを本当に強く思っています。でキーン、スウォード23で与那国にの指導でもう重火器を搭載した戦車が走る訓練をやると。でぶつけ本番ではなくてやるんだっていう、そういうことやアメリカ転戦しながらやっていくっていうのを聞いた沖縄南西諸島の人たちは、ここがまた戦場になるんだと、だからそれを何としても止めようっていうので、今日の話で、バイデン大統領とそれからまさに習近平主席が3時間話をすると。で合意に達しなくても、でも最悪の事態は防ごうとしているわけで、ただ日本は防衛予算を
来年6兆5000億円がなるかもしれませんし、5年で 倍の11兆円にする。あとご存知、あの安保文書3文書が発表になって、まあ、どういう中身になるか分かりませんが、でもやはり今まで踏み込んで敵基地攻撃能力保有っていうのが入るんじゃないか、トマホークも買うんじゃないかっていう、本当にそういう危機の中で私たちは戦争の軍拡ではないことを国民世論やいろんな人たち国会の中でもそれをどうこう働きかけることができるか、まあ、今日の話なんかのエッセンスももらいながらまた皆さんたちと力を合わせていきたいと思います。国会でも防衛省が突出しているけれど外務省の平和外交がやっぱり見えないっていうところを、いやそれをちゃんとやるべきだということや、そういうことをしっかり政府にも言うけれど私たち自身もその戦争を止める可能性を信じてまさにやっていきたいと思います。一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。国会の内外で止めていきたいと思います。それでは引き続きまして、武器取引、すみません、武器取引反対ネットワークナシャットの代表杉原浩二さんのお話をお願いします。ご紹介ありがとうございます。武器取引反対ネットワークナシャットの代表をしています杉原です。主催者側ではあるんですけれども、武器取引反対ということで、軍需企業の問題をフォローしてきましたので、そのあたりも含めて少し布施さんの話に、付け加える形で10分だけですので短くお話します。ちょっと座ってお話します。で今日ですね A4 のちょっと 字ばっかりですけれどもレジュメと、あと、昨日の日経に出ていた有識者会議というのが議論していますが、もう提言案が出たということで、1枚ものの微妙のコピーと、それと A3 で3枚分の関連の記事の資料がありますので、また今日の話を受けて持ち帰ってじっくり読んでいただけたらというふうに思っています。でレジュメに即してポイントだけお話をしていきたいと思います。布施さんからすでに語られてますけれども、最初の司会の石井さんからもありましたが、今起きているもうあと1ヶ月ということで、国家安全保障戦略などの文書が閣議決定されてしまうわけですけれども、この閣議決定というのは、今までにないですね、非常に重いものになるということなんですね。でお話の中にもすでに出ていますけれども、憲法9条は一字一句変わっていません。しかし今回の改定によってというか、すでにもう始まっている、一部始まっているわけですが、今回の改定によって踏み出そうとしていることというのは、本来であれば憲法9条を変えなければできないはずのことなんですよね。それを変えないで次々と全面的にやっていくと、それは実態としてはもうまさに戦争の準備だということだと思います。でこういうことを言っている元防衛官僚がいるんですね。徳地秀さんという方ですが、効果的に抑止するためには戦って勝つ体制を作って、それを周辺諸国に戦略的メッセージとして示すことが必要であると。戦って勝つんですよ。本気なんですかね、これね。核保有国の中国を相手に戦って勝つってどういうことなんでしょうか。もう 100% 僕はありえないと思いますし、たとえ最終的に勝ったとしてももう莫大な被害が起きていると思います。そんなことをですね、準備するっていうことがいかに異常なことかということなんですよね。であるいは北岡伸一さんという、これ御用学者のボスみたいな方ですけれども、この前まで JICA の理事長をやってたっていう不思議な方ですけれども、彼はですねこういうこと言ってます。私は憲法改正なしにさらに解釈を柔軟化することで対応可能だと考えるが、政府は憲法改正が必要だという意見らしいと。だからそれだったら今多数のうちにやれということを言ってるんですけれども、要するに憲法改正なしに解釈を柔軟化すればもうどんどんいけるんだということをやっぱり言ってるわけですね。で今起きていることはまさにそういうことなんです。ですから例えば抑止と対処という布施さんの話にもありましたけれども、抑止というのは破れたら必ず対処戦争になるという、そういう前提の前段階でしかないわけですけど、この言葉に多くの人たちが惑わされてますが、正確に言うとですね、抑止っていうのは武力による威嚇のことですよ。これだけ脅せば相手は攻撃しないだろうということですよね。武力による威嚇。そして対処というのは何かというと武力の行使です。まさに戦争に踏み出すということですから、この武力による威嚇と武力の行使は憲法9条で禁じてるはずじゃないですか。そういうことを平気でこういう言葉のトリックによってですね、
既成事実化させているということを私たちはしっかり受け止めなきゃいけない。ではっきり言うとですね、私は明文会見よりひどいと思います。こういうやり方で実際に戦争が可能な体制を作るわけですから、ある意味明文会見は象徴的な意味はありますけれども、それははっきり言えば北岡さん流に言えばやらなくたってできることなんですよね。ですからまさに今こそが私たち市民運動平和運動のまさに本番で試されていると。この事態にどれだけ大きな反対の声を上げられるかというところが私たちの真価が問われているのにですね、非常に残念ですけれども私たちの取り組みも不十分ですし、日本全体の平和運動がですねこの問題にきちっと対応できていない、ある意味ではそのことが最大の危機じゃないかというのが僕の強い問題意識です。ですから今回ストップ大軍拡アクションを作ったのも そのためですし、あと1ヶ月ですけれどもまだまだギリギリ間に合いますので、急速に私たちの体制を整えて、もう一人でもスタンディングできますし、もう SNS でも国会議員に電話するだけでもいいんですよ。電話で抗議するだけでも意味ありますから、できることをやっていきたいというふうに、もう前振りで締めてる感じがありますけれども思います。で、じゃあ何が起きるのかと、1ヶ月後にどういうものが出されるのかということで、すでにお配りした日経の記事に大体原案がもう出てますので、まあ、ある意味予想通りの内容が出されてきているということなんですが、一つ特徴的なことを言うとですね、この有識者会議自体は財務省の意向によって作られています。仕切っているのは藤井というその審議官で、まあ、彼がもうシナリオを書いて、作ったんですね。で、もともと今年の4月から秘密のヒアリングということで内容を出さない形で51人のいわゆる政府系の有識者を呼んでヒアリングをしてきて、内容的な詰めはもう終わってたんですが、まあ秘密にやるのはおかしいというような批判も受けて、最後の最後に直前に作ったのがこの有識者会議なんです。で、結局この有識者会議がやってることは敵基地攻撃能力の保有はもう大前提、軍事費の倍増も大前提です。で、ここで結局落としどころを作ったのは財務省として、安倍首相が言ってましたけれども赤字国債なんていうことはばかりにならんと、財政当局としてやはりきちっと、財源を確保してやるべきだということをやっぱり入れ込みたかったんですね。で、見るとですね、もう予定通りこの用紙を見るとですね、半分下の半分下の2段がもう財源の確保ですね。圧倒的にここにスペースされてますけれども、これを読むと明確で、赤字国債などということでやっぱりやっちゃいかんということで、どういう表現が出てるかというとですね、括弧2のところになってますけれども、2の括弧2ですけれども、すごいこと言ってますね。国を守るのは国民全体の仕事だという国民としての当事者意識を備える必要性を説くということですね。で、その上でまず歳出改革により財源を捻出することを優先的に検討すべきというふうに書いてます。要するに歳出改革、社会保障費とか教育予算とかも含まれますよね、当然ね。まあ、すでにそういうところをケチって、もうケチ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 やってるわけですが、それをさらに加速させる、意気込みが十分に出ています。その上で幅広い税目による国民負担が必要だというふうに記して、まあ例示として法人税とか、まあ一部所得税なども例示していますけれども、おそらくまあ最初は法人税というところからやっていくのかもしれませんが、いずれは社会保障費などもですね、さらに切り詰めて、いわゆる効率化のもとに削減していくということはもう見え見えだというふうに思います。ですから私たちは単に平和運動の課題としてだけではなくて、反貧困とか私たちの生活を守るという視点からも幅広くやっぱりつながりながら取り組みをしていく大きな転換点に立っているというふうに思います。それから反撃能力のことはもう不正さんと言われましたが、最も重大なポイントはですね、すでに5年前から敵基地攻撃能力というのはもう備え始めてるんですね。予算もつけて、もうミサイルももうすぐ納入されます、最初のノルウェーのミサイルが。ですから今回の決定は政府として公式にお墨付きを与えるということに意義があって、それによって何が可能になるかというと、まさに布施さんの話にもあったアメリカとの先制攻撃作戦も含む共同作戦計画を策定できるようになる。これが非常に大きなポイントです。ですからそういう意味での大きな分岐点になるということなんですね。ですから私たちは単に今回の閣議決定が問題なんじゃなくて、5年前に決まった
ミサイルの長射程、長い距離届くミサイルの開発と、ノルウェーやアメリカからの購入をやめさせる、最近ではトマホークまで買おうとしてますけれども、これら全てをご破産にさせることをしなきゃいけないということですね。それともう一点、反撃能力と別の言葉で継戦能力という言葉が最近出てきました。戦争を続ける、そのために弾薬を確保するために国が火薬生産工場を作って民間に委託するというような話が真面目にもう検討されています。それと戦争を担い切る体制を常設の統合司令部などを設置するというような話も盛り込まれています。それと、武器輸出のことでいうとですね、まあ、8年以上経って武器輸出解禁からフィリピンへの三菱電機のレーダーの輸出しかうまくいってないという中で、もう本格的にさまざまな制約をなくして全面的に戦闘機もミサイルも輸出できるようにするということが、おそらく来年ですね、目論まれていくと。で、河野太郎さんがどういうことを言ってるかというと、ウクライナからリクエストのあったミサイルの供与に応じるべきだったということを堂々と雑誌で言ってるわけですね。で、こういう方が次の総理候補に入ってくるということがいかに恐ろしいかということだと思っています。それと一体化して経済安全保障法の下で5000億円の基金を積んで研究者を一本釣りする形で軍事研究が公募されようとしています。12月に始まります。まあ、スパイ防止法的な仕組みや、さまざまな恐ろしい仕組みがですね、組み込まれていくということですね。で、もう締めに入りますが、こういう中で私たちに何が問われているか。戦争準備体制の本格化と日本版の軍産学複合体がいよいよ作られていくという、まあ、ある意味歴史的な転換点の中で、私たちが本当に踏ん張って、まあ、この瞬間も頑張らなきゃいけませんが、向こう5年頑張らなきゃいけませんよね。5年で11兆というふうに言ってるわけですから。ですからやっぱりきちんとですね、学んで体制を整える必要がある。まずは戦場にされようとしている台湾や琉球湖の人々の声をきちんと聞くこと、そしてこういう軍拡の中で儲けようとしている三菱重工をはじめとする軍事企業の責任をきちんと問いただす、まあ、後で今後の案内もあると思います。で、自治体の決議なども少しずつ上がり始めてますよね。それと最後にどうしても俺言いたいのは、布施さんの話にもありましたけれども、プーチンのウクライナ侵略の最大の教訓は抑止論が破綻したということだと思います。核兵器を持ったアメリカと NATO が脅しても戦争を止められなかった。相手のリーダーの意思次第でですね、抑止論というのは破れるわけですよ。それがはっきりした以上、能力を均衡させても戦争は防げない。そうじゃなくて能力を制限して、最後に布施さんが強調された軍備管理条約、米ソですら中距離核戦力、通常兵器も含めて縛ったわけですから、今はそれが破れている。でも中国も組み込んでもう一回立て直すことを東アジアでやろうということを日本こそが呼びかけていくということをですね、きちっとやるような政権を私たちの力で作らなきゃいけない。そのことが立憲野党と私たち市民に、まさにここ5年ですね、求められていくんだというふうに思っています。時間になりましたので、早口で恐縮ですけれども、私からは終わりにします。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。どうもどうも、どうかに十分になって、私の質問はですね、先ほど中国の、まあ、日本尖閣で今かなり危険な状態になってますが、中国からの、まあ、大気球列島戦とかありますよね。それは私も信じるんですけども、領海とそれから海陸棚、大陸棚ですね、とかなんか4つぐらいあるみたいで、それはまあ、日本の解釈とまた中国の解釈も違うと思いますけども、大陸棚がそれは領海のうちに入るんでしょうか。尖閣なんかもそういう意味で、あと、まあ、沖縄の、ま、昔は琉球王国と言いましたけど、あとあの辺の南西諸島はですね、潜在的に中国の領土だっていうような考えも持ってるわけですよね。その辺はどういうふうな、その国際法で大陸棚の、まあ、もちろん尖閣なんかもそうですけども、中国は
と知ってるわけですけども、それのことをちょっとお聞きしたいです。その了解と。じゃあその辺の了解に関するその日本と中国 の主張の違いということでよろしいでしょうか。じゃあ布施さんよろしいですか。そうですね、いろんな問題があって、尖閣の場合はもともと島の領有権を中国が主張しているということなんで、日本はそれは歴史的にも国際法的にも日本の領土だと主張していて、そこは対立しているということで、大陸とは関係ないと思うんですけど、あと南シナ海がその中国がこう歴史的な領土だと主張していることについては、あれは何年でしたっけ、2019年、数年前にフィリピンが、国際海洋法条約に基づいて仲裁裁判所に提訴して判決が出て、それはもう一切法的な根拠がないっていう国際機関から の判決が出てるのでっていうのがあるのと、もう一つは先日ペロシが台湾に行った時に中国がミサイル訓練やったじゃないですか。あの時に日本の EEZ にミサイルが着弾したということで日本政府は抗議しましたけれども、中国はあれは日本の EEZ ではないというふうに主張してるんですよね。つまり、お互いの主張が重なる部分ってありますよね。台湾もそれ、台湾はちょっと違うか、要するに、陸地から距離で お互いの部分が重なる部分があると、そこは協議をして中間線なり何なりってことを決めるわけですけれども、そこがまだ日本と中国の間で決まってないところがあるということですね。なのでそういうところがお互いの主張で違うところがあるということなんじゃないかなという話を認識してますけれども、所長ですね、はい、そのすいません、一問にしてください、ごめんなさい、一問にしてください。大陸では確かにその決める際 その起点として見るっていうのはあるんですけれども、それもどこまでがっていうのはお互い解釈が変わってくるので、やっぱそこ最終的にはちゃんと話し合いをして確定しないといけないということなんじゃないかな。はい、ミサイルが飛んできてね、NHK が長々とやってたんですけども、 J アラート皆さんあれおかしいと思いませんか。ミサイルが飛んでっちゃった後にね、 J アラートなんて出てね、それでもし飛んできたら身を伏せて身をかがめてね避難しなさいなんて NHK がマジにやってるんですよ。のバカな話ってないですよね。あれ完全に危機は負ってるわけですよね。北朝鮮機怖い、飛んでくるから、じゃあ防衛に行きますんだ、そういう話じゃないですか。でこれにはもう NHK も噛んでて、一体彼らは何を狙ってるんですか。そしてこの話はね、対中国の話じゃないですか、対北朝鮮じゃないですよね。北朝鮮の危機は負って、なんで中国に防衛力を増やすんでしょうか。なんていうかな、その危機の煽り方、プロパガンダっていうんですかね、最大のメディアのね、NHK がこれに組んで、本当に恐ろしいことだと思うんですけどね。今日の話の中では JR って話出てこなかったんですけども、これはちょっとこの欺瞞っていうか、やっぱり声を上げていかなきゃいけないんじゃないかなと。はい、おっしゃる通りで、その先ほども言いましたけれども、そのミサイルが飛んできた時にじゃあ国民保護ってのはできるのかって、できないと思うんですよね。地下にシェルター作るといったって、東京の、ね、タワーマンションに住んでる人たちがエレベーター来るのを待って地下のシェルターまで避難するのに10分以上かかるわけですよ。でも今超ごく音速でミサイルとかだったら音速の5倍10倍のスピードですから、中国からなんてもう5分10分来ちゃうわけですよ。しかも日本はそのアメリカの衛星で探知したものをアメリカ経由で日本に来て警報を鳴らすわけですから、やっぱりタイムラグが出てきてしまう、鳴った時にはもう上飛んでたとか着弾したかっていうことになってしまうので、そういうことを考えると、やはり本当の国民保護っていうのは、やはり戦争がミサイルが飛んでこないようにやっぱ外交するっていうことなんだっていう議論が全くないじゃないですか。だから本当に日本は今外交不信症っていう病気にかかっちゃってるんじゃないかなと思って、外交を信用できない、とにかく軍事力しか信用できないと。でそれなんでかっていうと、
外交で戦争を止め予防してきた経験を全然してないんですよね。とにかく日米同盟のもとでアメリカについていけば大丈夫だっていう、もう信じ込んじゃってるわけです、専門の中で。でも ASEAN とかは本当に中国と南シナ海の領有権問題っていう戦争の火種がありながらも、この20年3年ずっと粘り強く対話をして、いかにこの領土問題を戦争にさせないかっていういろんな枠組みだったり対話をしてきたんですね。で実際それで止めてきた面もあるわけです。そういう実績もやってきたから外交に力があるっていう実感があるけれども、日本はもうとにかくアメリカについていけば大丈夫なんだっていうのもやってきたから、日本国民も主権者である国民も外交に自信を持てない、それやってないから。でもこれからはアメリカについていけば大丈夫なんだって時代じゃないんですよと。まさにアメリカについていったら米中の戦争に巻き込まれ、そして日本が戦場になっちゃうかもしれない、そういうリスクに直面してるんだってことをリアルに直視してですね、やっぱりその外交不信症を直さないと本当にまずいんじゃないかなという、だその議論が全然ないのがこの J アラート問題を巡っても言えるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。すみません、一言だけ補足させてください。まあ、NHK も含めてメディアの過剰な煽りというのはとても危険で、まあ、今に始まったことじゃないんですけどね、またぞろ最近、まあ、どんどんミサイルってもミサイル実験ですからね、本気で戦争のミサイルじゃないので、まずミサイル実験であるということと、よく言われてますけど、これは別に日本に向かってやってるわけじゃなくて、やっぱりアメリカに対するある意味武力による威嚇抑止の一つの手段なわけですよね。で、もう延々とこのやり取りが繰り返されてるんですが、本質的に解決するための議論がやっぱりどうしてもこう明後日の方に行ってしまう。要するに朝鮮戦争が未だに終わってないと、ね、38度線で軍隊が退治して徴兵制が未だに敷かれているわけですよ。ですから僕レジュメでどっか一言書きましたが、日本は平和国家と言ってきたけれども、結局矛盾やしわ寄せを沖縄であったり韓国や朝鮮半島に押し付けてきた、そこにさまざまな抑圧や弾圧を押し付けたことで、まあ、戦争はなかったっていうことでしかないわけですから、それをやっぱりきちっと克服する意味でも朝鮮半島の戦争を終わらせる、そういうやっぱりアメリカと、まあ、朝鮮民主主義人民共和国北朝鮮のですね、外交交渉なりをきちっと後押しするような、まあ、何度か試みられては挫折してきましたけど、もう一度本格的にねやるしかないと。それをやらない限り延々とこれ続きますよ、本当に。というところをやっぱりきちっと議論をそこに立て直すということを私たちがきちっと言うべきだと思いました。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。よくお話ありがとうございます。で、この間のこの大軍拡をどうするんだということをですね、話を聞いていると、どうしてもなんか軍事面のことをもうすごくこう細かく話してもらって、なんか聞くことが多くなってしまって、私たちはなんか同じ土俵に入っちゃうんじゃないかっていう危惧がずっとあったんですね。で、抑止力っていう言葉の自慢性とか、抑止力っていうのはその破綻するんだっていうことを本当に多くの国民がしっかりこう持つためにはどうしたらいいのかっていうのをずっとこう感じてきているんですけれども、まあ、今日は具体的に軍備管理のこととか、今の ASEAN のその外交による、まあ、正直なんですか、軍的なとこを緊張感の高まりを、ね、抑える、そういう具体的な言葉を聞いたりして、なんていうんですかね、方向がこう私たち自身がやれることとか、そういうことの感じることができる話ですごく良かったなと思ってるんですけれども、この先も本当にそこのところをもっともっとこう力、言葉に力のある、形に今の現状を話すだけではなくて、その抑止力の自慢性をもっとこう論理的に伝えるような場が欲しいなっていつも思ってます。それと、それとって2つだけあるんじゃなくて、これが本当なんですけども、アメリカは中国、まあ、この間からも、まあ、戦争はしないっていうふうに、戦争しないように、まあ、繰り返してくるって言ってますけども、ある人の話を聞いたときに、台湾の人たちのために軍備を使うわけじゃなくて、台湾に世界一の その半導体の企業があるから、アメリカはその
台湾を守りたいと思っているんだっていう話を聞いて、そうするとずっと中国がそんなに軍備を使ってでも統一しようということはずっと言ってないのに、なんかアメリカの方でいろいろ何ですか、軍の上級の人やなんかいろいろ軍備を使ってでも統一しそうだっていうようなことが何べんも何べんもそういうことをアナウンスしてきたと思うんですよね、この何年か。でそこら辺はどうなんでしょう、アメリカっていうのはその半導体のそういう企業、平和的に統一されちゃ困るっていうそういう気持ちもかなりあるんでしょうか。武力を使ってちょっとドンパチしてでもちょっと境界線きちんと分けておきたいというような気持ちっていうのはアメリカにはあるのかな、そこら辺はちょっと聞いてみたい。いろんな私なんかはちょっと情報がないのでどんなものなのだろうか。はい、アメリカがその武力を、いや中国と戦争してでもその台湾をいわゆるその中国と統一させないということを考えているかっていうと、そういうのは僕は考えてないというふうに思います。でただ先ほど言いましたけど、米中ともに米中戦争だけは避けたいと考えている。しかし中国は中国で、当の台湾が独立しようなんて言ってないのに、中国は今の台湾の政権のことを何て言ってるかというと、独立勢力みたいな、彼らは独立しよう、分裂主義だみたいなことを批判するわけですよ。でそういうことを批判をして、これを打ち砕かなきゃいけないって言ってナショナリズムを煽って、いわゆる実国の政権のこう求心力を高めようとしてるわけですね。で一方でアメリカも中国は武力を使って統一するとは一言も言ってないんです。台湾が独立しようとした場合には武力を使って止めるけれども、統一を武力を使ってやるとは言ってないけれども、もうあたかもそれはそうするかのようにして危機を煽って、それは軍事体制を強化したりとかしてるわけですよ。だからお互いに党の台湾の意思をながもうずれたところで、お互いこう脅威を煽って対抗してみたいなことをやってるわけですよね。だからそのことが結果的にお互い戦争を望んでないのに緊張を高め、その緊張の高まりの結果、偶発的な衝突が起きてしまうということが私は一番危ないと思うので、日本はやはりそこに乗っかるんじゃなくて、そうさせないために、さっき言った現状維持を、これまでの積み重ねてきた合意を守って台湾の平和と安定を守っていくということが一番大事なのかなというふうに、思っています。はい、でその半導体、確かにそうですけれども、確かにじゃあ中国はその半導体を手に入れたいからね、武力でやるかって言ったら、それは資源じゃないわけですから、技術だったり、その技術の蓄積っていうのは人にあったりするわけじゃないですか。そんな戦争だったらその技術は全部いっちゃう、残るかどうか分かんないですよね。ですから中国は平和的統一っていうその、はい、まあ言ってますよね、はい、で平和的統一でその、まあ、向こうの技術でも何でも使えるようになればいいわけですけど、アメリカはそれじゃ困るっていう、そういう気持ちがあるのかなってちょっと思って。ただ現実にはですね、習近平が言ってる一国二制度で平和的に統一することが今想定できる時間軸の中であり得るかって言ったら、今の中国が香港に取ってる態度とか、ああいうやったこととか見てれば、台湾の人たちは絶対それは逆の方向の世論が増えてますから、なかなか難しいってことは当然理解してると思います。はい、聞かれているのはアメリカがどう考えているかなんですけど、さっきから聞かれている、アメリカがどう考えているか、さっきのご質問された方は中国がどう考えているかではなくって、アメリカは半導体のサプライチェーンを台湾企業の半導体をアメリカの経済圏に入れたいと、そのためには中国との緊張を作りたいのか、アメリカはどう考えているのかっていう、台湾のその半導体をっていうのはもうすでに入れたいんだって、もう今アメリカ側ですよね。でこの現状が変えられるっていうことは今のところないじゃないですか。いや中国が武力で侵攻しない限り、でそのことがあり得るのかって言ったら、今現在では中国はそういうことをしようとしてないってことですね。
だから中国がどう考えているかではなくて、先ほどから質問されている方はアメリカの台湾経済に対するアプローチを質問なさっているんです。あ、だからそこはアメリカが台湾の半導体を自分たちの側にちゃんとこう残すために、別に中国と戦争する必要ないもないってことですよ。あえてその戦争状態を作り出す必要は全くアメリカ側にもない。はい、いいですか。はい、あ、じゃあ次の方お願いします。ありがとうございます私はずっと不思議なんですが、そもそも台湾が有事とよく今盛んに煽ってますが、50年前にね、日中平和友好条約が結ばれ、今年50周年なんですが、 その後の日中共同声明で、中国は一つの政府、今の中国は一つの政府で不可分の地域であると。台湾はで国じゃないんですよね。独立した国じゃないのに、いわば内政じゃないですか、一つの国である。それをニクソンも5項目のあれを発表して、独立を支援しないと、認めないと、で一つの中国と言ってる。アメリカもだからずっとそう言ってきてるわけです。ですからこの間会った時も独立を支持するわけではないとバイデンも言ってるわけですよ。だからそもそも台湾有事っていうことはありえないんですよ。有事っていうこと自体が不思議なんですよ。内政のことに干渉し合うこと自体がおかしいし、あえてペロシがね行って蔡英文と話してね、いかにも独立を支援するかのようなことをやること自体がそういう有事を作り出しているかのように見えるんですが、いかがでしょうか。はい、先ほど言いましたように、確かにそのペロシが訪台しとか、あとトランプ政権時代に政府高官の公式訪問を認める法律を議会でアメリカ通したんですね。で、十何回にわたって武器を供与したりとかですね、そういうことが有事を作り出しているというのはおっしゃる通りだと思います。ただそのじゃあ台湾は確かに、一つの中国であり内政問題だと、まあ、中国はそう言ってるわけですよね。台湾は中国一つの省だと。だから例えば仮に中国が台湾に武力使ったとしても、それはいわゆる戦争ではないと。要は国内のいわばその反乱勢力の鎮圧みたいな、そういう位置づけなんです、中国からすれば。ただそこをじゃあ私たちがそのまま、これは台湾は内政問題だから中国が武力を使ってやったとしても、それはもう内政問題で我々タッチしませんよと、タッチすべきじゃないっていうスタンスに立つのかどうかっていうのは、いろいろ議論が分かれるところなんじゃないかなというふうに思います。それはいろんな議論、内政問題なんだから、それはもう、そういうことが仮に起こらないようにしたとしても、起こったらもうそれはもう我々ノータッチなんだと。アメリカも関与すべきじゃないんだっていうスタンスに立つのか、まあ、そういう、そこが非常に難しい、これまでいろんな歴史的な経過があるわけですよね。アメリカは、その、まあ、台湾海峡を制定したりとかですね。ただ僕は、そこはいろんな議論あると思いますけど、ただ、日本がやっぱ考えるべきは、そこで日本が今の政権がやってるように存立危機事態と認定してアメリカと一緒に軍事介入するっていうスタンスっていうのは、もちろん日本全土を戦場にする危険があるので、やはり自国の国土を戦場にし、南西諸島たちが自分たちは停止にされるんじゃないかと言ってる中で、どんな犠牲を払ってでも台湾を守るんだっていう、そういう合意は全くないわけですよ。議論も合意もないわけですよね。そこに今政府は行こうとしてる。それは違うだろうと。で、中国がもし仮にですよ、台湾に対して武力でっていう時が起きた時に、じゃあ台湾それに反対し、日本政府が反対しですね、それを止めるためにできる支援っていうのは、今国際社会がウクライナに対してやってるように、別に直接軍事介入することだけではないわけです。さまざまな形でその支援することは他にもあるわけですよね。だから日本は日本の国土を戦場にしない形でやはりできる支援をすべきだって僕は考えています。ただ、いろんな考え方です。これはもう内政問題なんだから、もうタッチすべきじゃないか。あと前に日本は中立的な立場っていうか、まあ、関わるべきじゃないっていう議論もあると思います。そこはもっと議論すべきだというふうに思います。はい。いいですか。はい、お願いします。とてもなんか緊迫感が感じられて、安保のこの3文書っていうのはすごいもんだっていうことを、5年も前から、もっと前からかもしれないですけど、それで私、どういうふうにして自分が止められるのかっていうか、
政府がもう着々とやろうとしているのをあと1ヶ月ほどで通過させようとしているのに私たちが何できるかって思うとやっぱり私市民としてそれから職場の労働組合っていうのがすごくやっぱり力になると思うんですね。その労働組合のその連合参加のあの女性が政府と一緒になってお酒飲んだりそういうことやってるんですよね。私はそれがすごく頭へに来るんです。あの国葬にも参加してるとかそういうもので私はあの産業報告会にどんどんなっていくっていうかな、とても危機感を感じて、やっぱり私たちが戦争反対の 国会の前でやったようにやっぱりそれを止めるしかないっていうのが私たちの力をもっともっと強くしていかなきゃいけない、大勢の人に反対を拡大していかなきゃいけないっていうのを今日お話聞いてますます感じました。だから近くにいる人たちにこのお話をどんどん広げていって反対運動をもっと拡大していかなきゃいけないんだなっていうんで感想です。以上です。あと一つだけじゃ質問お願いします。はい、お願いします。安保法制違憲訴訟の石垣と申しますけど、あの要望なんですが、あの世論はですね、今あの北朝鮮が攻めてきたら、中国が攻めてきたらどうするか、そういう世論がある。これはもう絶対ありえない。なぜかったら両方壊滅しちゃうから。それからね、それをね、武器を持てばいいって言うんですか。自分は死なないと思ってるんだね。だからこの世論を変えてもらいたいということが一つ。それから憲法が無視されてますけどね、ベトナム戦争では韓国軍は戦って5000人死んでるんですよ。日本は憲法のために自衛隊行かなかった。それから J アラートの問題と、この問題は攻めてくる問題ですけど、平壌宣言で日朝仲良くするということを言って、それをまだ実現できてない。全然日本政府はね、平和外交を進めてない。それから日中平和友好条約では両方とも派遣を求めない、ちゃんと書いてある。そこももっと宣伝していただきたい。それからアメリカが今ここに書いてありますけど、死の商人であってですね、武器を売って儲ける。で、儲けたら国民は全然儲からないんですよ。アメリカ人もね、防衛産業だけ儲かる。そこもしっかり教えてもらいたい。で、その点をですね、ぜひお願いしたい。で、世論を変えていかなきゃならないわけでね、そこがね、なんか攻めてきたらどうするか、攻めてきたら両方壊滅するということを、向こうだ、北朝鮮だって中国だってそのぐらい十分知ってますよ。で、それが非常に弱いと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。手を挙げてる方がいたら、まだ何か質問一言は一言でありましたら。神奈川の木本と言います。トマホークを購入することの意味で、杉原君たちと一緒に9月14日に防衛省のヒアリングをやったとき、人意識については来年度予算に264億だとか計上して来年度から量産やりますって言ってるんですね。で、それから言えばトマホークを買う必然性は見えてこない。で、一方で SM6 っていうミサイルを340キロぐらい飛ぶ艦船に搭載するミサイルですが、これは今年度の予算で202億円計上しました。ところがこれも防衛省で詰めたら納期は2026年ですよ。4年後にならないと入ってこない。で、トマホークについても同じことが言えるんではないかなという気がしてるんです。契約はしても納期、実際に納入されるのはもう何年も先で、で、アメリカの本音は三菱重工に独占されたくない、もっとうちのミサイルを買えというところにあるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。はい、もう一つぐらい。もう一つぐらい。はい、はい、他に何か質問あるかったら、一言、じゃあお願いします。ラストで。はい。具体的にお聞きしたいんですが、日本で。マイクないですか。よろしいですか。はい、具体的にお聞きしたいんですが、日本で戦争を従っているのは自民党ですか、それとも宗教右派ですか、それとも軍需産業でしょうか。具体的に教えていただけると助かります。分かる範囲で結構です。
以上です。ありがとうございます。じゃあ、今の回答も含めた後、最後の一言も、はい、お二人にお願いします。もう一人よ。質問あとはトマホークの、はいはい、本当おっしゃる通りですよね。その一認識地対艦の能力向上型っていうのは、まず陸上配備型、今現在宮古島だって奄美大島に配備しているものをまず配備して、その後船から撃てるやつだったり飛行機から撃てるやつも作るっていうんですね。それはもっと後になるので、でその5年以内に抜本的に、防衛力を強化するっていうのに間に合わないから、まあ、トマホークを買う、まあ、船から撃つトマホークを買うっていう、そういう話なんですけども、もうこれは本当に、日本が防衛予算を大幅に増やすので、アメリカの防衛産業がですね、これはチャンスだと、たくさん日本に、兵器を買ってもらうチャンスだということで、それを全部日本が独自にですね、三菱重工の国産でやれたら儲かんないわけで、なるべくアメリカのものを買ってほしい。でもアメリカの事情化で言うと、アメリカもいくつかの、さっきの LRHW もそうですし、アメリカで今何問題になっているか、コストが高すぎると、ミサイルのコストが、新しいのを開発したけど、じゃあこのコストを下げるためにどうするかっていうと、たくさん作って海外に売るってことなんですね。で、そのために日本に買わせたい、そういう思惑が非常に今働いてるんじゃないかなっていう、まあ、これまでもたくさん、もう何度も繰り返してきてですね、日本で国産で作ろうと思ったら、アメリカが入って買わせるようにしたっていう。同じことが繰り返されてしてるんじゃないかなというふうに思います。戦争したがってるかって別にそこまで考えてないと思います。もうひたすらアメリカについていく、要するにアメリカに見捨てられないようにすると、常にアメリカに大事にされたい、そういうことで、だから主体性が全くないですね。アメリカが作った戦略にのっとってついていってると。まだ今日昨日ですか、岸田さんが習近平主席と会談やって、協力していきましょうとか対話を続けていきましょうって、全くアメリカの会談と米中首脳が同じですよね。アメリカがそういうことやったら同じ表現に行くし、アメリカが中国と敵対したらもう敵対するしっていう、全く主体性がなくてアメリカの戦略にひたすらついていくというのが今の日本の姿勢なので、その戦争がしたいっていうよりかは、とにかくアメリカとの、アメリカに見捨てられたくないというところなんじゃないかなと。だからアメリカの方しか見てないから、自分の足元にもし抑止が崩れて戦争になった時に、この国土が戦場になるんだと、そして日本のここに住んでいる市民が犠牲になるんだっていうところのリアリティが全くないわけです。だからそこをやっぱり変えないといけないんじゃないかなっていうふうに思います。はい、はい、ですね、トマホークの話は、布施さんも言われましたけど、新聞報道でもありますが、理屈としてはその自国の三菱重工の名古屋で開発する、その1000キロ以上届くようにする開発に時間がかかるので、そのつなぎとしてトマホークならもうできてるから買えばいいということなんですけど、僕も詳しくないですが、おっしゃったように購入の契約をしてもすぐに来年に入るということではないんですね。で、今日はあまり詳しく言いませんでしたけど、実はその敵基地攻撃兵器の導入を日本政府が決定したのは2017年の12月なんですね。小野寺防衛大臣の時代に、アメリカのロッキード・マーチンのジャズムとロラズムっていう2種類と、ノルウェーの JSM っていうものを買うと、それと自衛隊も極超音速誘導弾と高速滑空弾を開発するってことを5年前に実は決めて、で、実は最初に自衛隊に配備されようとしているのがノルウェーの JSM というやつなんですが、今年の3月に入る予定が今伸びてるんですよね。だから5年経ってもまだ納入されてないということなんです。ですから、まあ、トマホークの場合どうなのかという問題はあるのかもしれないですが、いずれにしてもそんなにすぐには入らないだろうから、おそらくその表向きの理屈が果たしてどれだけ妥当なのかというのは非常に疑わしいという気も僕もしています。ですから、まあ、裏の話なのでアメリカの意向なり軍事企業の意向は正確にはわからないですけれども、やはり、まあ、このタイミングで象徴的なアメリカの、まあ、ある意味実績のある、中東で何度もイラクなりで人を殺してきた実績のある有名な武器をですね、この段階でやっぱり日本に買わせようという、まあ、意向が働いたということは可能性はなくはないなというふうに僕自身も考えています。で、どっちにしてもですね、このトマホーク購入ってむちゃくちゃで、まあ、読売の記事に書いてありますが、
まだ政府として公式に敵基地攻撃能力の保有決めてないのに、浜田大臣が就任しても秘密にね、契約の交渉を始めても最終段階っていうことはもうはっきり言って文民統制どころじゃない話じゃないですか。国会も私たちも完全に無視して敵基地攻撃兵器の購入を進めてたってことだから、本来はもう首が飛ぶ話なんですよ。国会で野党が大騒ぎして審議拒否して、まあ、浜田を更迭しろっていうふうにもうメディアも含めて騒いでいなきゃいけないのに静かですから、そこがやっぱりメディアや私たちや議員もですねすごく問われてるっていうふうに思います。ですからトマホークのことはちょっと分かりやすいので、まあ何らかのもうこれからやっぱり取り組みをね継続したいと思ってます。戦争したがっている話は僕も布施さんと同じ意見ですので協力します。でもう最後なので、一言だけちょっとまあアクションとしてのインフォメーションは後でありますが、今日チラシもお配りしたんですが、私がもう関わっている平和構想提言会議というのがありまして、ピースボートとアイキャの川崎明さんと憲法学者の青井美穂さんが共同座長なんですが、そこで今度ですね、来週の月曜日21日の夕方の、19時15分から文京シビックセンター4階のシルバーセンターホールで、要するにその政府の新国家安保戦略に対抗する平和に向けた、まあ、提言を出したいということで、まあ、政府が閣議決定する直前ぐらいに発表を目指しているんですけれども、その、公開会議ということでまだ途中の段階ですけれども骨子の議論をやりますので、これどなたも参加できますので、YouTube オンラインでも見られますけれども、チラシに詳しく書いてますので、こちらの動きにもぜひ注目していただきたいというふうに思います。今日は主催者の一人なので一言言うとですね、どのくらい人が集まるのかなというのを非常に不安に、アクションをしても最近人が集まらない傾向が強いので皆さん集会だけじゃなくてアクションにもぜひ来てくださいということを最後に強調して、終わります。ありがとうございました。皆さん今日は本当にありがとうございました。それでは最後に、ストップライブ学アクションの石川さんの方から閉会の挨拶をお願いします。横須賀平和前段の石川と申します。今日は皆さん本当に、熱い議論というかね、危機感も煽られながら、皆さんと一緒に考えてきたと思います。それでですね、これからの行動をですね、私の知っている範囲でちょっと、皆さんにお知らせします。私がこれから、何箇所かの行動を、お知らせしますけど、それ以外にもね、全国でさまざまな運動が行われると思います。時間はないんですが、やはり行動をしてですね、世論に訴えていくと、こういう行動が必要じゃないかと思います。まず一つ目はですね、横須賀の動きなんですが、ストップは軍拡アクションに連動しましてですね、11月27日、黄色いチラシを入れておきました、ストップ軍拡アクションの横須賀版ですね、内容的には3時から30分ほど、ウェルニュー公園というところで、展示を行います。で3時30分から4時まで30分間短いんですけどが、集会を行います。その後、ちょっと長いんですから4時から5時まで、1時間ほどデモ更新します。こういうスケジュールになっています。それから先ほど、杉浦さんの方からお話がありました、三菱重工東京本社前で、三菱重工は敵基地攻撃ミサイルを作るな本社アクション、この11月29日の火曜日11時から行う予定です。同時に同時刻に名古屋の付箋へのネットワークを呼びかけて、12式地対艦誘導弾の射程を1000キロ以上に伸ばす開発を行う三菱名古屋誘導推進システム製作所に対して抗議申し入れを行います。それから11月30日、総がかり行動を呼びかけて大軍拡に反対する日比谷集会と国会請願デモ、これは18時30分からですね。それから12月9日金曜日、これはストップ
大軍拡アクションの呼びかけで官邸前抗議行動、ちょっと時間は分かりませんけど、このようにですね、年末に向けて、さまざまなところで全国で、運動が目白押しだと思います。本当にこれまで、いろいろ反対してきましたけど、一気にですね、大軍拡、戦争への道がもう私たちの目の前に迫っていると思います。皆さんと一緒に、反対運動を頑張っていきましょう。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。これにて閉会にしたいと思います。受付の方でアンケートの開始を行っていますので、ご記入にご協力をお願いいたします。今日はありがとうございました。今日の参加者は約65人ということでした。ありがとうございました。